どうも皆さん、佐藤花太郎です。今回も燻製作っていきたいなーっていうふうに思ってるんですが、いや、なんかすんげー甘いもん食いたよなーって思っちゃったんすよね。甘いもんって正義じゃないですか。なんかとりあえず甘いもん食っとけばなんか頑張れるみたいなところあるじゃないですか。甘いもんイコール平和じゃないですか。甘いもんって何なんですか？は？バカ！は？今回は甘いものと燻製合うのかどうかということで、泣きたくなるようなハムライト。は？電話もできないみたい。は？はい、このムーンライトバタークッキーですね。こちらをちょっと燻製していきたいなと思います。クッキーの燻製どうなっかな。コン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 では燻製やっていきましょう。本日から新しい燻製機を使っていきたいと思います。ヒッコリドババババ網を乗せるぜ。ガチャ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 。それではお待ちかね、バタークッキーをどん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 乗せていきたいと思います。香るバターの香り、素晴らしい。は？天下は？蓋を閉じて約30分燻煙していきたいと思います。おっさんが JK いいよねっていうのは多分セーラームーン見てたからだよね。は？さて燻製が終わりました。 What it completed? Smoke cookies. I hope it was delicious. は？はい、クッキーの燻製が出来上がりました。見た目はこんな感じですね。匂いは、わあ、がっつり燻製の匂い。これが燻製前のクッキーなんですけど、こう比べてみると全然色が違うね。匂いも、こっちはもうバターの香り、こっちもう完全に燻製の香り。じゃあちょっと燻製する前のやつを食べてみます。いただきます。バターの香りが強い、甘さ控えめなクッキーですね。じゃあこの燻製したクッキー、どのくらい味の変化があるのか、いただきます。まず噛んだ瞬間に燻製の香ばしさが口いっぱいに広がりますね。そして少しほろ苦くて、甘さがなんか燻製する前よりもちょっと抑えられてる気がします。そして後味に少しの酸味、嫌な酸味じゃない、最後になんか酸味を感じる。いや、正直言ってめちゃくちゃうまい。なんかすっごく大人なクッキー、初の試みではありましたが、クッキーの燻製美味しいです。そしてこのクッキー美味しいです。なのでクッキーは美味しい。は？まあ正直本当に冗談抜きで、このクッキーの燻製めちゃくちゃうまいんで、味を知りたい方はぜひご家庭で燻製してみてください。いや、これマジで大ヒット、自分の中で。佐藤花太郎でした。じゃあね。